中原囲いは、将棋の囲いの一つ。現代将棋への応用は、騎士の中原誠によってなされたものである。中原はこの先方により、1996年の将棋大賞の増田構造賞を受賞した。中原囲いは、元は中原流僧係での囲いであった。元の囲い自体は、初刑から銀がただ上がっただけの簡素な囲いだったが、それを一路ずらしたのである。 その一号局は1992年4月に行われた中原対青野戦とも言われているが、中原自身は1990年にはもう使用していたと語っている。しかしこの五九金六九玉の構え自体は旧式の相掛か,かりに見られたもので、中原は師匠の師匠である金安次郎からの手ほどきを受けている。これを中原が現代に応用したわけである。 この頃は先手での囲いであった。ちなみにこの囲いは、江戸時代の相掛か,かり、線形を解説した基礎にも見受けられる。しかし次第に、後手がこれを指すようになった。現在では、横ふどり八五飛戦法と組み合わせて用いられることが、ほとんどのため、もっぱら後手つがいで組まれる囲いとなった。二二銀、三二金、四一玉、五一金、六二銀の形を取る。 見た目は、貧弱そうに見えるが、陣形が低く、左右どちらから攻められても玉の逃げ道が広いという、特徴がある。中原によれば中住まいより、弾力性は劣るが、一段筋であるため飛車の打ち込みに、強く桂馬の攻めにも強い。また、単純、簡単な形であったから真似されやすく広く、流行したのではないかとしている。また、近年では、横振りの先手番においても、 球の硬さを重視し、中原囲いに組む手順が研究されており、アイブリビー社にて左右を反転させた右中原囲いも稀に使われる。ありがとうございます。